かさ話題になってなかった、バーバラがめちゃくちゃ開花反応を起こせて最強みたいな話がさ、最近なんか最近ってか今になって結構話題になってきたんだよね。なんかバーバラがね水のリングでめちゃくちゃ開花反応を起こせるみたいな話があって、なんだっけあれ爆弾かな、修正されるって話があったようななかったような、なんかどっかない手頃な草元素があるキノコとかない、ジャンピングキノコとかどっかないっすか。なんかね最近になって話題になってるバーバラの水のリングがバグみたいな勢いで開花反応が起こせるから、うん、強いみたいな。そしたらもういよいよココミン引く必要は、まあでも設置スキルだから言ってココミン引いてもいいけど、なんならもしバグあれがバグなんだったらどうなんだろう、ニーローバーバラが答えになりそう。まあ、やっぱそうだよね。まあ、水元素、ヒーラー、ホーキーまで被っちゃったら、まあ、それは役割被るわな。どうなんですかね。いや、なんか、ちょっと待って、ジャンピングキノコ見つけたらちょっとバーバラ使おうわ。なんか私が思うのは、まあ、ココミンは初心者だとやっぱありがたいんだけど、バーバラって配布キャラだから、で、初心者みんなバーバラ持ってるから、だからやっぱり無理して引いた方がいいよとかやっぱ言えないよなって思っちゃうのが私の意見。な感じです。はい。バグ利用はバンだぞ。いや、バンではない。バグかどうかわからん。なんかお知らせにあったよね。お知らせ。アップデート詳細。なんだっけ？なんかね、一部のキャラクターで開花反応、なんか元素がめちゃくちゃつけれるのがバグで、それを次のアップデートかなんかで修正しますみたいなこと書いてあった気がする。どこだっけ？あった。現在、開花反応で生成した双幻覚により、一部のキャラクターのスキル効果の発動に異常が発生する不具合が存在しております。該当不具合の原因につきましてはただいま特定しております。これバーバラなん？ちょ待って、なんか試してえな。なんかね、異様な水元素不要クールタイムとかそういうのもなんかほぼほぼ関係なしにめちゃくちゃ開花が起きちゃうみたいな。バーバラそんな感じらしい。強いね。強いよなバーバラ。いやむしろこのままでいいけどね、ガチ勢からしたら。ちょっとバーバラの使い道ちょっとある程度残しといてほしいし、ニーローとバーバラが相性いいって解釈一致だから、踊り子とアイドルが相性いいのは解釈一致なんで、ちょっとバーバラ強くてもいいんじゃないかな。このままでもダメか。ダメか。さすがにダメか。強くてもいいと思うねんけどな。